先週末に巣育った子供もの時が初めて地上に降り立ち、餌を探す姿が確認されました。昨日午前5時前、巣のある林の近くの休校電に親鳥と巣育ったばかりの時が降り立ちました。その10分後、もう1羽も飛んできました。地上に降りたのは昨日が初めてで、親鳥の動きを真似るようにしきりに地面をつつき餌を探す姿が見られました。 午後には水浴びをするなど行動の幅を広げています環境省は子どもの時が餌を取れるようになるまであと1ヶ月くらいはかかると見ていますそれまでは親鳥から餌をもらいながらの生活です